バウマン記念モスクワ国立工科大学は、ロシアのモスクワにある国立の工科大学。略称は、ブムスト。ロシアで最も歴史が古く、規模が大きい工科大学である。バウマン記念モスクワ国立工科大学には、全日制の教育を行う学部が19ある。大学院あるいは、博士課程のプログラムも行っており、また付属の中等教育学校が2校ある。 モスクワ工科大学はロシアでは名門大学の一つとされており入学する学生には高い能力が要求される。政府機関やビジネスプレスによるレーティングではモスクワ工科大学はロシア国内において常に最高位に位置している。またモスクワ工科大学は2011年、2012年の QS 世界大学ランキングでは 総合379位にランキングされており、工学、情報工学の分野では229位にランキングされている。2005年の本館竣工記念で作られた記念ギッテバウマン記念モスクワ国立工科大学は、ロシアではモスクワ大学に次いで歴史の古い高等教育機関であり、1830年にロシア皇帝であるニコラ一世によって認可されたモスクワ技術学校を 前身とする。1868年には建設技術者、機械エンジニア、工業技術者の養成を主な目的とする帝国モスクワ工業学校へと改組した。IMTS は財政的には政府や実業家の援助を得て運営されていたが、その運営は民主的であった。IMTS ではドミトリメンデレーフ、ニコライジュコフスキー、 パフヌティ・チェビシェフなどの著名な科学者が教弁をとっている。ソ連時代にバウマン・モスクワ最高技術学校へと改名し、1838年には軍事学を扱う学部が新設され、1948年にはロケットに関する学部も新設されている。20世紀初めには BMHTS はソビエト連邦に70以上の工科大学を設立する。 モスクワ航空大学、モスクワ発電工学研究所などがそれらに含まれる。1989年7月27日、モスクワ最高技術学校は、バウマン記念モスクワ国立工科大学へと改称され、ロシア発の工科大学となる。教育実験旨入学試験では、ロシア語、数学、物理の3強化が課され、倍率は約10倍である。 学年は9月1日より始まり、2つのセメスターに分割される。セメスターの最後には定期試験が課される。技卒業までに通常は6年要する。近年では多くの学生が2段階の教育システムを利用している。つまり、最初の2年間は基礎的な工学分野に関して学び、3年目以降は専門的な内容を学ぶ。と RU。 2017年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月11日閲覧。レクター、エスページ。グムスト、RU。2017年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月11日閲覧。ー・ゴボールーフ、RU。2011年10月17日閲覧。 CMPK, RU,2011 年10月17日閲覧。ZZ, ゼゼファイ Z, ロシスカイアがタ、2 0 1 1年10月17日閲覧。Z, コマーソント RU,2011 年10月17日閲覧。QS ワールドユニバーシティランキングス2011-12、2011年12月22日時点の オリジナルよりアーカイブ。2016年1月3日閲覧。バウマン・モスクワ・ステート・テクニカル・ユニバーシティ、QS ワールド・ユニバーシティ・ランキングス2011-12。2011年12月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2016年1月3日閲覧。AB。ウムスト・ RU。2011年10月17日閲覧。ロシスカヤガ・ゼータ。 ロシアンガバメントデイリーニュースペーパーオブレコードウィッチプブリシャスザオフィシャルディクレスステイトマンツドキュメンツオブステイトボディーズ h t t p w w w r g r u 2 0 0 9 0 8 1 1 f e d o r o v h t m l ありがとうございます。